ペルドーもペルドーいたしまして、いや、しょうもな、大チャンネルです。本日の試合ですね、埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズの、まあ、プレシーズンマッチ、はい、高知の方で行われましたけれども、本日からですね、両チーム、応援団の方が、球場の方に来ておりまして、まあ、当然、太鼓もあるし、トランペットもあるし、まあ、本格的に声出し応援が再開になりましたと、そういったのが、まあ、今日の試合ありました。そこでですね、今日千葉ロッテマリーンズの応援をね、当然ですけど、聞いていたんですが、新しい応援歌と、とある選手のちょっとした応援歌の変更みたいなのがね、ありました。まあ今日ね、中継見ていた方もいらっしゃると思うんですが、まあ中継見れなかったよっていう方もね、いらっしゃると思うので、まあちょっとこう動画を通してね、共有の方していきたいなというふうに思います。まずですね、一つ目、ヒッティングテーマ。こちらの方がね、一つ、追加なのかな？それか変わったのか、まだちょっとわからないんですけど、ヒッティングテーマが新しく、なっておりました。まあ、どういうのかというと、ピー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 、トゥルル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 山口っていう感じのメロディーで、この、まあ、ヒットワイパーですね。これが、追加になっておりました。まあ、果たしてね、これが、本格的に、今シーズンから使っていく、ヒッティングテーマになるのか、まあ、またはね、なんか、地方球場限定みたいなね、県営大宮だったりとか、この12球場以外のヒッティングテーマになるのかっていうところがね、まあ、まだちょっと定かではないんですけれども、まあ、そこの情報なんかね、皆さんお分かりいただける方、まあ、もしくは今日現地に行って、聞かれていた方などね、分かれば、コメント欄書き込んでほしいところではあるんですけれども。で、これね、僕、最初やっていたのが1回の表の藤原選手だったんで、新しくこれ、左バッターのヒッティングテーマになるのかなとね、思っていたんですけど、まあこれ右バッターでも普通にまあ山口選手だったりとかもやっていたので、まあそれは関係ないんだなというふうに思いました。はい、だから共通でヒッティングテーマっていう感じになるのかなっていうね、そんな気はしております。で、ぜひとも現地で歌いたいなと思いますよね。うん、まあ、やることは一緒なんですけどね。手2回叩いて誰々ヒットっていう感じですから。まだこのメロディーっていうのを生で聞きたいなっていうのもありますし。で、これなんか原曲がね、山内健介さんの心万華鏡っていうね、そういう曲らしいんですけれども、まあなんか若干メロディーというか音程を聞いてみると、ホームランワイパーに近えなみたいなね。てててててるてててててててとさ。てて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 っていうね。もうこの音程もちょっと似てるっていうところもありますし、ヤクルト時代の坂口選手の応援歌に似てますよね、これ。不屈の魂で、再び挑みってね。この音程なんかも似てるところ、あったかと思いますが、これぜひね、現地で歌いたいなと思います。そして続きまして、中村翔吾選手の応援歌。はい、こちらも、まあ、新しくなったっていうよりかは、ちょっとした変更があったっていう感じなんですけど。まあ、普通に、小5は変わらないんですけど、この前奏ですね。変わったところが。まあ、今までだったら、せーの、小5っていう感じなんですけど、それなくなりました。うん。どうなったのかというと、原曲そのまま。原曲のよっしゃ男歌ありますよね。うん。それのサビ前が、前奏になった感じ。どういった感じなのかというと、ソウレソウのところありますよね。そこで、まあ、ずっと手拍子、太鼓に合わせて手拍子をすると。で、それで、本当のサビ前のよっしゃーっていうところを、まあ、みんなで騒ぐと。それで、そこからは通常通りのジャンプ応援っていう感じですね。一回やってみましょうか。ソウレ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 ソウ。ソウレ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 ソウ。ソウレ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 。よっしゃー小5、中村翔吾っていう感じです。流れとしては。はい。そして、次ちょっと大事なポイントになるです。なるんですが、熱く燃えろよ小5ヒットって前までやってたと思うんですが、この小5ヒット廃止。これなしになりました。だ去年で言うと藤岡選手とかと一緒ですかね。どんどんどどどん藤岡雄大が去年亡くなりましたけど、それと一緒の感じになります。だから、熱く燃えろよ、言った後ね。熱く燃えろよ、小5。
ショーゴーショーゴーってずっとこの応援歌を歌っていく流れという感じに変更になったみたいです。いやーまあいろいろね、あの前の前奏の方が良かったとかね、今の前奏めっちゃかっけーじゃん、原曲そのまんまやんみたいな、そのまあいろいろね人それぞれ意見あると思いますが、俺めっちゃ好きよ。よっしゃーでね一体感あるし、よっしゃ行くぞーってなったところからのジャンプのね、ショーゴーショーゴーだから、これやっぱね、あのロッテならではの、ロッテファンならではの一体感っていうものがね、あのまた出てくるんじゃないかなというふうに感じております。はい、これも早くやりたい。オープン戦ちょっと現地行きたくなってきたね、できるだけね。まあここも一つ注目なんじゃないかなと思います。はい、そしてもう一つ、まあこれ応援歌というわけではないんですが、で上田キュート選手のコールがね決まりました。はい、呼び名はキュートでございます。まあロッテあのキャッチャーの上田翔太選手がね、あの上田コールですからね、上田って、だからまあ上田選手二人いるとっていうところなんで、まあ上田選手、まあ本人もなんかキュートっていうコールを聞きたいみたいな、そういうのもなんかインタビューで答えてた気はするんですが、キュートコールになりました。はい、そしてこっちです。キュートキュートキュート、こっちです。はい、こっちになりました。まあ、こんな感じでね、ヒッティングテーマと、翔吾選手の応援歌のちょっとした変更ポイントと、あと、キュート選手のコールですね。これがまあ、今日、中継見ていた中で、ちょっとした変更点がありましたので、動画を通してお伝えさせていただきました。まだね、ちょっと僕も正式にね、100% 把握してるわけじゃないので、なんかここが違うよとかありましたら、それもぜひコメント欄書いていただいて、まあ、より一体感のある、応援をできればな、というふうに思っております。ということで、まあ、ソフトバンクの方もね、今日山川選手の方、新応援歌ができたりだとかね、まあいろいろこの各球団新応援歌っていうのもできてきているのでね、各球団それぞれ応援歌の方を覚えて、開幕ね、もう12球団無事に開幕ができることを心からお祈りしたいなというふうに思います。はい、ロッテもまだ外選手だったりとかも応援歌発表あると思うので、そちらの方楽しみにしていきましょう。ということで、新応援歌も発表されたことですし、マリンズファイティン、いつも通りなんかい